すごい人やな。ほらほら邪魔だからどけって。ケーキグランプリ、そっか、もうそんな時期になったんやな。優勝グループってフランスに留学できるんだよね。フランスに行けばアンリ先生にも会えるし、私も優勝したいな。意気込みはわかるけど、道のりはかなり厳しいで。中等部は毎年狭き門をくぐらなあかんのや。まずどんどん勝って勝って勝ち抜けたとするやろ。そしたらやっとケーキグランプリの本戦進出や。ライバルは凄腕の高等部、勝ち上がるのは大変なことや。そんなに、そんなにたくさんのスイーツと対面できるなんて素敵。さすがイチゴちゃんやな。能天気なこと言ってる場合か。へえじゃねえ、特訓だよ特訓。グランプリまであと15日、スイーツ作りの基本をびっちり叩き込んでやる。もちろん僕たちも協力するよ。でもえいさ、ほいさ、えいさ、いちごちゃん頑張りよ。わあ、よし、準備はいいな。なんでこんな格好？パティシエの基本は体力作りだ。体力作り？天野には毎日このカリキュラム通りに運動してもらう。腕立て朝晩50回、腹筋朝晩50回、ランニング朝晩各園内1周。うひゃー、こんなにいっぱい、これを毎日、いやいや無理だし。無理とか言ってる場合じゃねえ。ほらさっさとやれ。もっと早くリズミカルに。カシの脳に。はい、終了。もうダメ、限界。大丈夫？ありがとう。さあ、行こうか。行くってどこに？もちろん、次の特訓に。こんな格好？知らなかった？美味しいスイーツを作るための科学を学ぶ、これは鉄則だよ。ムースを固めたり生地を膨らますのだって化学反応によるものでしょ。僕がみっちりと教えてあげるからね。体力作りの後は化学実験か。ノンノン、いちごちゃん、それだけじゃないよ。花見さくん、実験が終わったら僕のフランス語レッスンも待ってるからね。いい？もちろん。全部基本だろ。優勝してフランスに行きたいんだろ。行きたい。だったら特訓ちゃんとついてこいよ。やだ。あいたた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 。筋肉痛だ。これから毎日こんな特訓が続くのかな。お疲れ。バニラももみもみしてあげる。バニラもみ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 バニラ。バニラもみ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 バニラ。開幕ケーキグランプリ。
たない。やるか。腕立て50回始め。爽やかな朝ね。ブレックファーストはハニートーストがいいわ。あら、どうしたの？天野さん、見てください。ほうほう。中等部からこんなにエントリーされては選出に手間がかかる。これはふるいをかけ、基礎のないものから落としていきましょう。ストップ！温度が高すぎ。温度計見てみろ。問題、チョコレートの湯煎温度は何度だ？60度超えない。じゃあホワイトチョコは？35度から40度って言っただろうが。忘れないように書いといてやる。すごい、カジの脳にドエス。なんか言ったが、なんならその落書きされた顔で外をランニングしてきてもらってもいいんだぜ。いいか天野、今夜中にガトーショコラ、ガナッシュ、チョコタルトをマスターしろ。ポニー、美しい。そんな、本物の花を超える美しさだ。僕って天才。あ、そっちね。ねえねえ、私のはどう？丸めたティッシュみたい。ティッシュー。花草くんって美を追求することにかけては手厳しいのね。でも大丈夫、いちごちゃんもあと1000個も作ればきっとうまくなるって。見てごらん、共立て法と別立て法、同じ材料なのにスフレの膨らみ方も味も全然違ってくるんだ。本当だ、別立て法だとふんわり、共立て法だとしっとりしてる。卵や粉、全ての性質を理解して美味しいスイーツが完成するんだよ。ためになりました。なんか安藤君って教え方が丁寧で優しい。じゃあ次はバターの投入タイミングを変えて実験するよ。その後はオーブンの温度変化とその焼き上がり、天板の上段と下段の差なんかも検証してみようか。そんなに。実験ってさ、なんだか燃えるよね。丁寧というか探究心旺盛というか、安藤君って割とねちっこいタイプだったりして。いちご、よく夜中に鬼鬼ってうなされてる。怖いです。確かにハードトレーニングですからね。あれ式のことで念を上げていては困りますわ。ん？おい天野、さっさと食べ終えてテンパリングの練習するぞ。はーい、鬼のお出ましだ。テンパリングに飴細工、料理の実験。今日も朝から晩まで休みなしだったね。うん、でもまたちょっと出かけてくるね。もうこんな時間だよ。まだ王子たちの特訓があるの？ううん、自主トレ。さっき安藤君から教わったムースの固め方、寝る前にもう一度復習しておこうかと思って。じゃ、行ってくる。いちご偉い。よし、バニラもいちごを応援しに行ってあげようっと。しまった、レシピノート部屋に置いてきちゃった。でもさっきやったばっかりだし見ないでも大丈夫かな。まずはゼラチンをふやかすんだったよね。あれ、ゼラチンに対して液体の量は何 cc にするといいんだっけ？どうしよう、さっき教わったばかりなのに全然思い出せない。こんな基本がわからないなんて。毎日あんなに特訓してるけど、私本当に上達してるのかな。ケーキグランプリまであと3日。こんなんじゃ中等部で1位になるなんて到底無理だよ。いちごが特訓をサボらずにやってるか、チェ
ラメルのことだったら詳しいのよ。生カラメルの作り方教えてあげるです。コーヒーのことなら僕にお任せ。モカ風味のロールケーキ、よかったら作ってみませんか？何言ってますの？スイーツの王道はチョコレートに決まってますわ。どうしてもって頭下げるんだったら、トリュフくらいなら教えてあげてもよろしくてよ。ねえねえイチゴ、何から教わろうか。もう無理だよ。え？私そんなに一気に覚えられないし、教わってもすぐにうまくなんか作れっこない。だって私、天のおじさんや菓子のたちのような天才じゃないんだもん。なんだそんなこと。イチゴちょっとこっち来て。見て、天才と言われている天のおじさんもああやって毎日努力してるんだよ。天野さん、何か用かしら？あ、いえ。そういえばここのところ毎日ランニングしてるわね。はい。偉いのね。パティシエの世界は体力勝負。女性が一流のパティシエールを目指すなら男性以上に体力面でも努力が必要だってアンリ先生がよく私に言っていたわ。アンリ先生が？天野さん、ちょっと手を見せて。豆ができてる。パティシエールの手に一歩近づいたわね。今度のケーキグランプリだけど、私も参加することにしたの。え、天のおじさんも？もしかしたら私と対決なんてことになるかもしれないわね。天のおじさんと私が対決？天野さん、必ず本戦に上がってきなさい。待っているわ。はい、頑張ります。私、自主トレの最中なのでこれで失礼します。待ってよ、イチゴ。今回のケーキグランプリ、なんだか面白いことになりそうね。お先。なんだと？花房君、これはどう？おお、バラに見えるよ、イチゴちゃん。やったね、ブラボー。こんなムースを作ってみました。すごい、天野さん、やるな。アンリ先生、アンリ先生が入れてくれたこの学園で素敵に輝けるように、私グランプリ全力で頑張ります。静かに。ただいまよりケーキグランプリ中等部部門を開催いたします。とうとう始まった。すごい盛大だね。ケーキグランプリは我が校一番のイベントだからね。なんだこの1年坊2年坊の多さは。実力もないくせにグランプリに出場しようだなんて、本当にアマちゃんだぜ。やるだけ無駄だろ。なんか感じ悪いな。ああ。さて、ケーキグランプリの概要を説明します。今までとは趣向を変えて、今年は中等部のトーナメント戦で1位から3位までの3グループが本戦へと進めることにします。それからもう一つ、中等部の皆さんのエントリー数が予想を上回りましたので、選出方法を新たに追加していました。どういうこと？では詳しいことは唐島先生、説明をお願いします。静くん、ただいまから予選テストを行います。予選テスト？今から聞いてないよ。納得のいかないものは辞退して結構です。予選テストか、これは予想しなかったな。どうしよう、緊張してきちゃった。大丈夫だよ、いっぱい特訓してきたんだし。それに難しい部分は僕たちがフォローするからさ。そうだよね、みんな一緒なら怖くない。なんだろう。これから予選テストを行います。このテストは一人で行うので、必ず一人一枚整理券をもらうように。問題は全部で4問。1問でも間違えたら不合格。グループの中で一人でも不合格者が出た場合は、そのグループごと予選失格となります。そんな。あのね、イチゴ、実はバニラたちスピリッツは学校のテストを手伝っちゃいけないって決まりがあるの。ごめんね。あくまでも
個人の実力が試されるってわけか。テストといっても全部今までやってきたことの復習問題だと思うけど。それって転入してきたイチゴちゃんにはかなり不利じゃないか。どうしよう。天野、この15日間みっちり特訓してきたよな。だったらきっと乗り切れるよ。そうだね、イチゴちゃん頑張ったし、落ち着いてやればきっと大丈夫。うっかり閉じだけ気をつければいけるよ。天野の場合それが一番心配なんだけどな。確かに。でも大事なテストなんだもん。ドジしないようにちゃんと落ち着いてやってくるよ。そこら辺は安心して。24番はいませんか。ん ?24 番私だ。はい、います。24番です。じゃあ行ってくるね。どうしました。大丈夫かな、天野さん。なんだか俺、胃が痛くなってきた。なんだろう、ここ。あ、おやつ発見！食べていいってことだよね。ラッキー！おいしい！テスト前におやつくれるなんて気が利いてる。矢印の方向へ進んでいけばいいのかな。バタールーム？クエスチョン1、どのバターが使われていたでしょうかって。あ、もしかしてさっきのパウンドケーキに使っていたバターを当てろってこと。どうしよう、ただのおやつだと思って味わってなかったよ。うっかりしてた。アーマンの場合それが一番心配なんだけどな。うわ、悔しい。絶対に当ててやるもんね。A は火炎バター、B は無塩バター、C も無塩だけど、この風味とコクは確か発酵無塩バター。パウンドケーキには大量にバターを使うから、火炎バターだとしょっぱくなっちゃう。つまり A ではないはず。 B か C だと思うけど、どっちだろう。さっきのパウンドケーキ、どんな味だっけ。これは C の発酵無塩バターだ。よかった、さっきのパウンドケーキを手づかみで食べておいて。自分のお行儀の悪さに感謝だわ。お砂糖。クエスチョン2、どの砂糖が使われていたでしょうか。どれも甘い。色からして C は三温糖かな。 A のこの粒子はグラニュー糖、B は上白糖で間違いなさそう。確か安藤君はパウンドケーキには上白糖を使ってたよね。しっとり焼き上がるって教えてくれたもん。正解は B ね。ようこそ全問正解部屋へ。よかった。で、天野さんは。まだ出てきてない。まいったな。もしかして砂糖の問題で引っかかってるのかも。正解は A のグラニュー糖だろ。バターの風味を残し、かつ焦げないように仕上げるにはグラニュー糖が一番適してる。でも特訓では僕、しっとりとしたパウンドケーキに仕上げるために上白糖を使ってたんだ。あ、チョコレートのような油脂分が高いケーキにはあっさりした甘みのグラニュー糖を使う。覚えとけよ。そういえばこのパウンドケーキも濃厚なバターを使ってたんだっけ。だとすればグラニュー糖の方がぴったりくるはず。正解は B じゃない、 A だ。クエスチョン3、どの卵を使うといいでしょう。ただし割ってはいけませんか。これも安藤君との実験でやったもんね。こうして回して、いつまでも回っている卵はゆで卵なんだよね。 A は消えて残りは B と C。見た目も重さも匂いもまるで同じ。そういう場合はこうして光にかざしてみて、中が濁っているのは古く傷んだ卵だって安藤君が言ってたっけ。ってことは B が正解ね。ラストクエスチョン、粉の選択。この中から薄力粉を選択するのか。多分この3つは強力粉、中力粉、薄力粉の3種類。何が違うの。含まれてるグルテンの量さ、強、中、薄力粉の順で多いんだよ。グルテンが多いほど
粉に弾力性があって練るとコシが出る。だからスイーツにはコシの弱い薄力粉なんだ。24番、残り時間1分、時間を経過すると失格となります。どうしよう、もうあと1分だって。薄力粉は中力粉強力粉に比べて一番細かい粉のはず。分かっちゃいるけど焦ってどれがどれだか分からない。あ、弾力性、コシ、こうなったら、あと30秒。なるほど、水でこねてみるのね。 A はすぐにまとまって弾力がある。 B もまあまあ。 C が一番柔らかくてまとまりにくい。 C だ、一番腰が弱い C が薄力粉だ。お願い、全問正解部屋でありますように。バニラランラン、ショコラランラン、おいしいわ嬉しい、キャラメル、お次はカフェ、最強で最高のチームメイ、朝が来る、夢が始まる、眠い目をこすったらエンドリー、思い出のローズウォーター、いちごの夢色スイーツ召し上がれ。